露呈県は中国四川省関西チベット族自治州島南部に位置する県。海ら高氷河長江水系の大きな支流である大都下の中流が県を北から南へ貫き、その多大都下の支流の多くが流れる。着ム県はチベット高原から四川盆地へと地形が線路途中にあるが、非常に山勝ちで大雪山脈などの高い山脈も貫いている。 最高峰は県中心の6 0トルほど南にある大雪山脈の主砲ミニアコンカ。川沿いは深い峡谷になっており、町や集落はその中に集中する。この地は古くから中国の各王朝が県や軍隊を置いてきた。1706年には大都下を渡る吊り橋、露呈橋が作られるなど交通の要衝でもある。 新末期より世襲の土地から中央が支配権を回収する政策が取られ民国元年に露呈権が置かれた。1935年には皇軍の調整中、経路の途中にある露呈教をめぐって国民党軍部隊との間に戦闘が起こった。この戦いは非脱露呈教として革命史上有名である。着差部の総人口は8万人ほどであるが民族構成では 漢族が85%を占める。ついで、チベット族、遺族など。着サムには、水量が豊かで流れの早いタイガが多く、水力資源が豊富である。これを生かした、水力発電が盛んで、中国家電グループは、露呈橋の上流に80万キロワットの発電容量を誇る露呈水力発電所を建設している。これは、大都下に沿って多数作られる。 予定のダムと発電所の一つである。その他、農林業、薬草採集、観光業などが着サムの主な産業。ありがとうございます。